今ではお主や工業や恩恵がそばにいる。霊女はこの闇宮で一人生涯を終えたというのに。先代の宇妃は知識と知恵を授けた。それらは愛情というものだ。私には甘えてくださっていいのですよ。私はそなたの良き友になりたい。友？友だ。そなたの苦しみに寄り添いたい。ここの中ではもっと気を抜いてくださっていいんですよ。こうして彼女は見捨てられぬものが増えていく。どうしました？この気配は袋。牙のない獣だということか。そのような獣が人を襲うものか。あるいは総不幸は思い人のために託くという効果。情けは愛とは違います。望みは苦しみを生みます。弱皮に近づいた宦官がいる。その男はおそらく宇妃様は願いを叶えてはくださらなかった。でも現れたのです。恩恵が弱層級から戻ってこない。止めればよかった。宇妃を傷つけようとするな。邪魔をしないわけにはいかない。フクロウは私を殺しに来たのだ。宇妃、俺はお前の苦しみを終わらせに来た。